2010年1月。世の中マジしかねえんだよ。AKB48 総出演。マジジョも舐められたもんだな。戦争だ。国民的アイドルがヤンキーたちの抗争を描き、難しい、取っちゃいましょう。マジになった。大反響を呼んだドラマ、それがマジスカ学園。アイドルの枠を超えた派手な格闘シーン。メンバーたちが演じる強烈な個性のキャラクターは見る者に衝撃を与えた。なんだ、ヤンコ病だね。死神か。そして翌年、さらにその翌年も続編が放送され、マジスカ学園は大いなる盛り上がりを見せた。ここからが本当の戦い。しかし、その後およそ3年間、新たなマジスカ学園が作られることはなく、復活を願う熱烈な声にもただ沈黙が続くだけだった。そんな中、マジスカ学園が日テレで復活する電撃ニュースが、出演メンバー、戦いの舞台、全てが謎に包まれたマジスカ学園4、その全てが今宵明かされる。 AKB48 ドラマ「マジスカ学園4」出演メンバー大発表直前スペシャル。さあ、放送前から話題沸騰の AKB48 総出演ドラマ「マジスカ学園4」の放送がいよいよあと2週間となりました。から3をテレビ東京でやってて、4を日テレでやるっていう、これテレビドラマ史上初めてと。多分これかなり上層部が動いたんじゃないですかね。ちなみにですね、過去のマジスカ学園全3シーズンが現在 Hulu にて順次配信中ですので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてですね、さらに盛り上がっていきたいということで、メンバーの皆さんにもヤンキーの格好で来ていただきました。気合入ってますよ。それは何、ドラマの衣装なの、それは。いや違いますよ、気分を高めようと思って来ただけです。ちょっと峯岸さん立っていただいていいですか。よろしく。おお、気合った気合った。あなただけヤンキーというよりもちょっと貧乏女子中学生なんですよ。違う、なんか貧乏な感じなんですよ。さあ、そして今日のスタジオには発表を待ちかねた AKB ファンの皆さんに集まっていただきました。いや、すごいですね。盛り上がってますね。一緒に盛り上がっていた今夜のゲストをご紹介したいと思います。はい、まずは漫画家の小林よしのりさんです。お願いします。全部見ましたけどね、まあ、3話が始まる前に1、2を全部見ておこうと思って DVD で全部見ちゃったんですよ。小林さんって仕事してます。続いて日刊スポーツの AKB 担当記者、横山さんです。よろしくお願いします。横山さんはどうですか、マジスカ学園の魅力といいますか。すごい、あのチャンスのバラと思うんですね。はい、やっぱりマジスカ学園で、その前田敦子さんとか大島優子さんも今女優として活躍されてますけど、原点となった場所だと思うんですね。なるほどね。今回4で、また新しいヒロインが生まれるのかなというふうに思ってるんです。自分いいこと言うね。自分さあ、そして自称芸人一の AKB ファン、カナリアのボン・ミゾクロさんです。DVD も全部持ってますし、で中でもやっぱり1が僕一番好きで、で1のやっぱりあのマリコ様とあっちゃんの対決のところはね、もう泣きましたから、本当何回見ても泣きます。それではここで、全てが謎に包まれたマジスカ学園4、その舞台を大発表。1、2はマジスカ女学園が舞台、そして3は民間の刑務所がその舞台でしたね。はい、そして今回この4の舞台はこちらです。再び学園ドラマということですね。
さあ、はい、となると気になるのはその主演ですよね。わーね、はい、本当にまだ誰にももう発表されていない、公表されていない、はい、重大発表ですね、うん、この場でしますよ。でかした、それがこちらなんです、はい、うん、ダブル主演、ダブル、そうなんです。今回のマジスタ4は主演キャストが2人ということになっているんですよ。このシルエットは私しかいない。あ、違います、根岸さん、根岸さん、兄ちゃん、懐かしい。お、何すかこの音、今カフェが出てる。今主演メンバーの一人がスタジオに向かってるということですよ。ちょっと現場の様子見てみましょう。今向かってる、はい、何こちら、こちら東京上空ですね。すごい高い、すごいね、これ。あ、これは以前マジスカを放送していたテレビ東京虎ノ門にありますけれども、テレ東にタクシーですか、これは。あ、1台のタクシーが出てきました。そうで、見えない、これが乗ってるってことですか。ここにいるんですか。あ、誰が乗ってる、誰が乗ってる、今後ろ乗ってますよ。今テレビ東京からこの汐留の日本テレビに向かうと、すごい嘘くさいんですよ。あれ空撮ですよね、ヘリコの空撮から入ります。僕ここのね、スタッフ知ってるんですよ、うん、ええ、空撮出せる金持ってないですよ。そっか、そうでした、中継みたいにやってましたけど、うん、ええ、一応中継風 VTR、 中継風 VTR もういらんけど、ね、この後ですね、このスタジオにその主演メンバーが現れると、なるほど、ということで皆さんご期待ください。よっしゃ、待ってるよ。この後ダブル主演の一人がスタジオに登場。 AKB48 のドラママジスカ学園出演メンバー大発表直前スペシャル、ただいま主演メンバーの一人がスタジオに向かっているということなんですが、はい、ここでですね、ゲストの皆さんと一緒にこちらの企画をお届けしたいと思います、うんうん、AKB 有識者主演メンバーマジ予想会議。おー、今日お越しいただいたゲストの皆さんにですね、一体誰が主演を務めるのか、そのマジ予想というのをですね、事前にしていただいております。まずは月刊 AKB48 グループ新聞担当記者でメンバーのコアな情報を知る横山さんの予想はこちらです。お願いします、はいはい、まず本命は、あ、本命島崎遥さんです、うん、前回の3で主演だったんですけど、うん、その女優としてやっぱりこうすごい成長されていて、うん、そういうところをすごい見てみたいなっていうのと、対抗はこれ生駒里奈さんでちょっと意外かもしれないんですけど、まあ、乃木坂で今 AKB を兼任されていて、うん、普段は多分ちょっと遠慮した部分があると思うんですよ、 AKB で、うん、でも演技となればこう交換留学生として乗り込んできた生駒がこうみんなを倒すみたいなストーリーがもしかしたらちょっと、あ、それ面白い、あるのかな、確かに、すごい後ろのファンの方も納得されてますね。それやったらあり得るなみたいな。続いてファン目線に最も近い予想を立てるボンさんは、じゃあ私の予想はこちらです。はい、はい、本命が、はい、僕ゆいはん、横山ゆい、これはですね、あの学園ものが2で終わってるんですけども、うんうん、2の続きになったとしたら、おたべがね、おたべが、うん、だからここからゆいはんが主演で続きが始まるんじゃないかなと思って。そして対抗には向井地美音、さらに穴には小島誠、 AKB の次世代を期待されるメンバーを予想。そしてマジスカ学園の感想をブログにも掲載している小林さんの予想は、本命が小島子、うん、はいはい、小島子とね、ミーヨンっていうのはね、はい、わしの中であっちゃんと優子なんですよ、イメージ的に、はい、もうあの多分3で、うん、あのパルルまで多分来てるから、うん、もっと下の世代に移すのかなと思って、うん、なるほど、あれ、この音は主演の方に動きがあったということですね。ちょっと現場の様子見てみましょう。何これ、あ、日本テレビの入り口、あ、これ今ってこと？はい、現在、あ、そんなにタクシーが到着者乗ってますか？そんなテレ東から日テレそんな近くない。カメラさん、カメラさん、テレ東であっと、タクシーから、カメラ割ってるやん、カメラ割りしてるやん、出てきました足が。佐田さん、これは誰ですか？いや、わからんよ。誰ですか？足だけ見ても分からんよ。
地面を踏みしめて向かう先は日テレのゲートだ。あれ足しか足だけ、わからんな、足だけしかお届けできなかったんですけれどもね、じらすな、刻一刻と近づいてますからね。さあそしてマジスカ学園では視聴者が参加できるボーダーライドという呼ばれるレースをですね開催しております。はい、視聴者参加型ゲームボーダーライドではマジスカ学園4出演者の全身を 3D スキャンしレースのコースを作成。視聴者は A から P まで16本のコースの中から1位を予想してエントリー。スタートと同時に体の上のコースを走りゴールを目指す。見事1位を的中できればプレゼントに応募できる権利が得られます。現在マジスカ学園ホームページからこの後番組内で放送されるレース参加希望者を受付中です。レースはですね、番組後半で実施いたします。はい、お、また上がりましたよ。ということは、はい、現場に動きがあったということです。現場の様子こちらです。はい、あ、このフロアのエレベーター、もう来てるやん。来てますね。早っ、足です、足ですよ。足だ、さあ来ましたね。カメラさん顔映してください。顔誰、これだけじゃわからんよね。ちょっと現場混乱してますね。足しか映ってませんよ。徐々に近づいてきてますよ。この S2 スタジオに間もなく登場です。いよいよこの後主演メンバーの発表です。大変お待たせいたしました、主演メンバーのうちのお一人が今スタジオの裏にいらっしゃいます。こじはる、さあ誰なんでしょうか。こじはる、さあその方がこちらです。マジスカ学園4、ダブル主演、一人目はこの方です。テレビ東京からこうやって向かってきてくれたわけやろ。あ、楽屋でスタンバイしてました。さあ主演に選ばれたということでございますけども、はい、どうですか今のお気持ちは。私連続ドラマとかにも出たことがなくてほとんど演技は未経験で、うんうん、そうか、しかもヤンキー役っていうのが、うん、私の人生とほど遠い役柄なので、うん、最初聞いた時は、うん、どうしようって思ったんですけども、うん、撮影も順調に進んで頑張ってます、はい、すごいね。さあ渡辺、宮脇の主演をどう思いますか。本当ファンの人も相当嬉しいと思います。これはまあ ね、 ね。さあ小玉、宮脇がヤンキー役をやるわけやけども、はい、ヤンキーの姿見たことないので、ここでしか見られない桜が見えるんじゃないかなと。それでは今回のダブル主演の一人、宮脇さくらの役を分かりやすく解説するため相関図をご覧いただこう。主演の宮脇さんはこちら、謎の転校生さくら役と、かっこいい、さくらの、かっこいいね。もう鹿児島から転校してきて、このマジ女のてっぺんを取りに来たという。それ役作りのためにしようこととかあるんですか。あの達人なんですよ、喧嘩の。常にこう身構えてるっていうのが、そうです、縦の稽古みたいなこととか、あ、もうしてます。回し蹴りとか、アッパーとかやってます。ちょっとアッパーで別に座っていいですか。ではこの俊敏な動き、ちょっとずつ上手になっていけてるような気がして。ではここで宮脇の貴重なアクションシーンを少しだけお見せしましょう。もちろん初公開です。この続きは1月19日に。はい、その転校生さくら、ライバルがたくさんいますよね、はいはい、その中でもやはり一番強敵なのはこちら、最強軍団ラッパッパですよ。不良の巣窟マジスカ女学園、その頂点に君臨するのがマジ女史上最強軍団、吹奏楽部通称ラッパッパ。懐かしい。マ
ジスカワンではラッパッパ最強の部長を、マジジョも舐められたもんだな、大島優子、前田と蹴りつけてきます、ラッパッパのナンバー2副部長佐藤、篠田麻里子、そしてその下に構える四天王、マジスカ渋谷板野友美、ブラック柏木由紀、鳥小屋小島春奈、そして激辛松井玲奈、そうそうたるメンバーが集う最強軍団ラッパッパは物語の中枢を担う重要な役割、果たして今回のマジスカ学園4でラッパッパに選ばれるのは、ラッパッパ怖い改めて見ると怖いですよね、やはり本当レナちゃんとかもうラッパッパで結構そこから話題になってブレイクしましたから、ここすごい興味深い、なるほど、そして今回の最強軍団ラッパッパにも、はい、もちろん四天王がいるわけですね、さらにはその上には部長がおります、そしてこの部長こそ、うん、もう一人のダブル主演と、そういうことになるんですね、あら、この音は再び何か動きがあったということです、スタジオの皆さん、現場の宇野です、私は今ですね、マジスカ学園4の撮影現場に来ております、さっき空撮真っ暗でしょ、こちらの本社の中でまさに今もう一人の主演、その人が撮影中ということで、皆さんどなたか知りたいですか、知りたい、知りたい、わかりました、それでは私が責任を持って突撃しお伝えしたいと思います、うん、これは何ですか、これ私たち何を見せられてるんですか、佐田さん楽しみですね、楽しみですね、何これか、あのフロアにも宇野いるんですよ、細かいことは気にせず行きましょう、いや細かいこと気にしますよはい、あのもう一人の主演ラッパッパの部長を宇野さんに見つけてもらっている間に、はい、四天王をですね、はい、発表してまいりたいと思います、知りたい、四天王、いきなりね、はい、いきなりクリカンさんとか出てこないですよね、これ何してんのかみたいな、さあ、はい、ラッパッパの四天王、まず一人目、はい、こちら横山由依さん、役名を食べ、四天王の一人目は次期総監督に指名された横山由依、役名はお食べ、実はマジスカ学園2では部長に君臨、お食べ呼んでください、今回の4では別格の強さを誇る四天王の一人として登場することに、留年ネタを触れられるとすごい怒るので、何年いたかとか、なんで留年するのかっていうのに関しては分かんないんですけど、衣装すごい特徴があって、他のメンバーはここは白いんですよ、私だけその2のを引きずってですね留年してるから制服もそのまんまやってますね、関西人なのでたまに鋭いツッコミがあるので、そこで笑っていただければなと、それではラッパッパ四天王続いての発表です、はい、2人目こちらです、川栄里奈さん、役名はバカ者、バカ者、四天王2人目は川栄里奈演じるバカ者、たまにおバカな一面も見せるが、喧嘩になれば圧倒的な強さで敵を波倒す、マジスカのラッパッパの四天王っていうのはすごく強いイメージがあるので、その中でも強く見えるようにかつバカに見えるように、うん、両方を兼ね備えて、バカですけどね、さあ小林さんいかがですかこれ、うん、髪型可愛くなってたね、前髪ちょっと聞けましたね、先生お目が高い、さあ続いてまいりましょう、ラッパッパ四天王、続いてはこの方です、誰だ、入山アンナさん、役名はヨガです、四天王の中で最もミステリアスな存在、柔軟性を生かした喧嘩を得意とするヨガ、しかし私めちゃめちゃ体が硬くてですね、困ったなっていうことになりました、私マジスカ1
数と視聴者として見てて、それを超えたいなって、新しいマジスカを作りたいなって思います。アニンはちょっとレディース感結構あって強そうですよね、うんうん、似合う、ね、似合いますよね、顔しっかりしてるからね。さあ、それではラッパッパの視点の最後の一人の発表に移りたいと思います。こちらです、木崎ゆりさんです。役名はマジックです。マジックを使い対戦相手を翻弄する四天王、この役について木崎は、マジックって聞いてやったことないしなんで私なんだろうってすごい思ったんですけど、でも興味はあったので、マジック自体に。大きな役ですし、スカジャン着れるのが私的にはすごく嬉しくてあ、寒いのであったかいというかこういうのに助けられながら四天王らしさを出していきたいなって思ってます。宮沢どうですか、こちらの4人は。その新しい48グループを作っていく子たちがこう固まってるなっていうのはすごく感じるので、見たい、普通に 見る絶対毎週、ね、ユリアはなんか多分これで初めて髪の毛を染めたんです、人生初めて。おコンサートでも握手会でもこう編み込みでずっとその毛先を隠すような髪型で隠して、やっと多分これで解禁になるんじゃないかな。毛先だけじゃないんだ、ね、四天王がこう出揃ったところで、はい、やはり気になるのは、はい、この部長ですよ。いや、そうです、部長ですよ。主演のどいどれが誰なのか、主演が誰なのかと。あれ、何ですか、スタジオの皆さん、現場の宇野です。ではですね、こちらにもう一人の主演、ラッパッパの部長がいらっしゃるという情報を嗅ぎつけました。こちらがですね、はい、ラッパッパ、つまり吹奏楽部の部室ということでございます、うん、早速突撃してみたいと思います、うん、いきますよ、うん、誰もいませんねこの荒れ果てた部室、非常に雰囲気のある場所だなということが分かります。あれ、ちょっと待ってください、カメラさん、これは何ですか、これ見てください、あ、まだあったかい。ラーメン、これは主演メンバーが食事をした後でしょうかね。久しぶりに飲んでるやん、塩ラーメン棚ここに食べ残しがあるということはどっかにあると思うんですけどね。あ、いました、あの人が主演メンバーの一人です。すいません、すいません、あなたが主演メンバーのうちのお一人でしょうか。はい、はい、主演メンバーの一人、 AKB48 島崎遥香さんです。よろしくお願いします。島崎さんの役名は何でしょうか。役名はそのまんまソルトです。今回は主演ということで、いかがでしょうか。いかが、いかが、はい何の間やこのような感じでしょうか。何の間なん、気持ちマジです。マジ、はい、島崎がマジで演じるソルトはマジ女の頂点に君臨するラッパッパの部長、ユイが独尊、自分にとって邪魔な存在は全て消す。果たしてさくらとどう絡むことになるのか。こういう風に演じたいとかってありますか。セリフで何かを伝えるというよりかは、表情だったり部長っていうオーラだったり、ちょっと他の登場人物とはまた違った雰囲気を出せればなと思って。じゃあ最後にですね、意気込みなどいただければなと、はい、頑張りますさあ小林さん、いかがですか、これ主演が島崎遥香ということでございますけども、はい、配役うまいなと思いましたね。まあ、今これダブルでセンター取る時も、はい、眉とのコンビにするし、うん、お芝居の方ではパルと行くのかっていうのも、うん、なかなか考えてるなと思いましたね。パル演技うまいからな、そもそも。やっぱ一緒に撮影とかしてると、うん、いつもはすごいふわふわしてるのに、撮影になった瞬間に殺気を感じるというか、本当オーラがすごくて、負けないように必死に今頑張ってるところ。そっか、あの1話の時ってね、優子にしろね、 まあ、あっちゃんにしろ、全部キャラクターがそのまま配役に出てたわけ。なるほど。だからさくらさんもね、やっぱかなりもう少しヤンキーにもう本当に性格もならなきゃだよね。
小林さんまだ演技見てないですよね。さあ続いてはですね、マジスカ女学園で躍進する2つの勢力について発表していきたいと思います。まず1つ目こちらです。チーム火鍋。はい、マジスカシリーズでも名物なのが2年生チーム。次世代を担うメンバーが演じることが多く、マジスカ1での2年生チームは当時9歳だぜ。小学生？オタこと指原をリーダーとする、その名もチームホルモン。マジスカ学園2では逆に何の逆だよ、チームフォンデュ。ダブル主演を務める島崎もこのチームで熱演していた。そしてマジスカ学園4ではチーム火鍋。果たして演じるのは誰なのか。こっからスターになる子が結構で、うん、多いんですよね。パルルもそうですし、なるほど、前回のさあ北原、はい、ね、お前はこのチームホルモンの、そうです、一番最初の頃、ね、チームホルモンだったでしょ。だからやっぱ時代の流れをすごい感じるチームでもありますよね、うん、なんかその時期に次世代と呼ばれてた人たちが誰だったかみたいなのも分かるので、うん、このチーム火鍋も一つのキーになるんじゃないかなって思います。それではね、その気になるチーム火鍋のメンバーを発表していきたいと思います。一人目、うん、こちらです。高橋樹里、役名魚の目です。さあそして2人目いきますよ、加藤玲奈さん、役名ドドブスでございます。ドドブス。3人目、はい、大島涼香さん、役名クソガキ。そのまま4人目こちら、向井地美音さん、次世代、次世代、残すはあと1人、次世代を担うチーム火鍋ですよね。さあ誰でしょうか。あと1人は19世代この方です、内山夏樹さん、役名憲法。ここは大抜擢なんじゃないの。マジスカ学園42年生最強チームこそチーム火鍋。今日初めてこう火鍋チーム揃っていろいろと芝居されましたが、いかがでしたか。他の絡みてどうですか、この5人は。気になったのは名前ですね、うん、レナッチめっちゃ可愛いのになんでドドブスなんだろうっていう、可愛すぎてブスみたいな、ドブスのドをつけてもう逆に可愛い、意味わかりますか。そして今回のマジスカ学園4にはですね、この宮脇さんの敵となるコンビが登場するんですね、はい、なるほど。それがこちらです、はい、1年生最強コンビ。いい、ね、面白い ね、 ね、1人目こちらの方です、小島真子さん、ここで1年で入ってくるんですね。そして2人目はこちら、大和田さんです。役名はゾンビと、ゾンビ、1年生最強コンビのカミソリとゾンビ、それぞれどんな役なのか。人で手が早いのでまともに食らえば顔が傷だらけになってしまうような死闘の持ち主だからカミソリらしいです。なんでゾンビなんですか。じゃあゾンビっていうのがさっき撮影したのも見たんですけど、めっちゃやられてもそうむくるって立ち上がって全然効かないんですよ。1年生らしく、うん、まあ、キャピキャピ元気に、はい、生意気に頑張ります。マジ女のライバル校も存在します。それがですねこちら、激おこ高校の看護科でございます。この後ドラマを彩る恐怖のライバル校の配役を発表。続いてはマジスカ女学園のライバル校ですね、激おこ高校のメンバーを発表していきたいと思います。まずこちら、うん、山本彩子さん、アントニオ、アントニオ、めっちゃ顎いじられてるやん。でもなんか名前も迷ってたみたいで、秋元さんが
アントニオか猪木かみたいな、うん、いやどこで迷ってんねんみたいな確かに、はい、これ山本どんな役なんですか。これは関西弁もバリバリ使ってて、割と何やろ、クールな感じですね。立教高校3年生、もう一人はこちら渡辺美優さん、役名はコビーでございます。マジスカ女学園のライバル校、激おこ高校。看護科の彼女たちの衣装はそうナース服。セクシーな姿で行うアクションシーンは見どころの一つ。なんか笑顔で人をなんかボコボコにしてるっていうすごい怖い人なんです。初めて役目聞いた時どう思いました？なんかみたいなちょっと失礼なみたいな小林さん、サヤネとミルキーって責任重大だと思うよ、うん、やっぱね、以前のマジスカの時の信長とかね、ジュニアのあれもものすごい大物感が漂っていて、これと戦うとすると大変なことになるなっていう予感がどんどん盛り上がっていくんですよ、うん、サヤネミルキーのコンビはね、あのかなり締めなきゃダメだね、このドラマをね、うん、期待されてます、はい。さあ続いてはですね、その激おこ高校2年生の3人の発表です。お二人の、まあ、手下に当たる3人ですね。1人目こちらです、はい、須田あかりさん、役名はスリッシュ、スリッシュか、はい、そして2人目谷まりかさん、役名は KY、 そして3人目松村かおりさん、役名はザコボスでございます。やばいこれは。激おこ高校の2年生役のこの3人。 KY 役というのはですね、名前の通りなんですけど、 KY イコール空気が読めないなんですよ。大好きなさや姉さんとミルキーさんに蹴られて喜んでる姿が結構多いので、そこに注目していったらなって思います。釣り師役の須田あかりと申します。名前がついたからには私先輩に目を輝かせてみたいな感じはいつもの経験が活かせるんじゃないかなと。ザコボス役のカオちゃんこと終身名誉研究生の松村かおりです。私だけ格好が違くて、みんなスカートなんですけど、私だけなぜかズボンで特攻服みたいなイメージにされてて、でもね、3人で激おこを盛り上げていきたいと思います。さあジュリーのどうですかこれ。もう面白い予感しかしない。ジュリーだから見て、はい、でも本当に3人ともいつも本当に仲がいい3人なので、うん、そういう和気あいあいとした雰囲気とかは出るんじゃないかなってこと、うんうん、そしてこの相関図、はい、佐田さんほら左下ちょっと、あら何それ、ちょっとこれ気になりますよね。えらいなんかこうね、ちょっとこちら見ていきたいと思うんですが、はい、定食屋の店主、つまりこの定食屋にさくらさんが常連ということでいろいろアドバイスをしていると、はい、これが果たして誰なのか、誰ですか、それはこちら、お総監督来ました、高橋みなみさん、総監督や、その定食屋の名前がこちら、はい、遊びな名言、これで出た、遊びな遊びな。以上が今回のマジスカ学園4の主要メンバーたち。彼女たちが活躍するマジスカ学園4は1月19日放送開始。早く見たいですよね。そうですね。そしてオンエアよりも一足早く見たいという方、なんとですね、1月12日から Hulu にてこのマジスカ学園4が独占先行配信されるんです。さくら団のような可憐な子が主役を張ってヤンキーやると、これは一体どうなるんだろうっていうこうね、分からなさがものすごい期待になってますね今。現在撮影は会長、しかし一つ気になることが。ちょっと待ってください、じゃあここにいるメンバーっていうのはこのドラマには出れないっていうことですか。マジスカ4では、もうね、まだ撮影も続いてますので、これからオファーが来るという方も多分いらっしゃるとは思うんですけど、でもそれ確実ではないでしょ。どうですか皆さん、出たいよね。チャンスあげてくださいよ。佐田さんからそこまで言われたら、はい、やりましょうか。実はですね、こんな企画をご用意いたしました。何ですか。出演権争奪マジメンチバトル。マジスカ学
県ではヤンキードラマですので、ね、はい、やっぱり一番大切なのはヤンキーの目の演技と。そりゃそうですよ、はいはいはい、まあ、ですので、うん、これから皆さんにカメラに向かってメンチを切っていただきます、うん、はい、もう始めてくださいあの一番迫力があったお一人にマジスカ学園4に出演していただきます中西お前に関してはただの変顔やって変顔や審査をするのはマジスカ学園4の加藤プロデューサー。でもこうメンチっていうのはやっぱ大事ですか。まあ、いわゆるメンチって目力ですから。まあね、まあ、ヤンキー演じるならまあできて当たり前みたいなところ。そりゃそうですよね。ただいまよりたった一つの出場権をかけましてメンチバトルを開催いたします。マジスカに出たいよっていう人、はい、あれ行きましょうかね。じゃあ柴田あたりから行ってみる。そんな感じ。じゃあ前に出てきて。まあ、確かになんか目力ありそうやね。そうだよ、はい、じゃあ目力ありそうやね。いいよ。メンチバトルどうぞ。 AK ビンゴとか乃木ビンゴとかやってっけど SK ビンゴいつやってくれんだよ。いいじゃないですか。ありがとうございます。ホテル行きましょうか。私か、うん、いや、すみません。あれは自分で手を挙げてましたよね。確かに。何チャンスですからね、小谷、うん、レンチバトルどうぞ。ワイラー NMB が名古屋に握手会行くとき、そろそろ新幹線乗ってもええんちゃいますのっていうか、あなたのただのクレームやん。食べ行きますか。はい、うん、入り込めよ、だな。頑張れ、たのちゃん。それでは参りましょう。メンチバトルどうぞ。おいバッドボーイズよ、うん、最近丸くなってんじゃねえよ。え、終わりっす。あ、いやでもね、怖い。確かにね。じゃあ北川行きますか。行ってこい。はい、頑張れ、頑張れ、頑張って。チャンスやぞ。こういう髪型のレディースいますよ。あ、うん、いいよ、強そう。さあ、それでは参りましょう。メンチバトルどうぞ。りょうはよくポンコツポンコツ言われるけどよ、ポンコツじゃねえよ、舐めてんじゃねえよ。ちょっとカズさん、ああいうのもやっぱ良かったりするんですか。いや、ちょっとね。はい、じゃあ小玉行きますか。はい、はい、頑張れ。それでは参りましょう。メンチバトルどうぞ。おい、サタ同じ博多出身だけど、お前より有名になってやるよ。小玉さん、小玉さん、大丈夫です。間違いなく僕よりあなたもう有名ですから。大丈夫です、大丈夫です。これ眼中にないんかい。続いてはほんわかキャラの HKT 友永。バトルどうぞ。いつも棒読み棒読み言うんじゃねえよ。加藤さん、ああいうのはやっぱり、いや、あの、ありっちゃありです。ありなんですね。ありだよ。そしてヤンキーと程遠いぶりっ子岩立て。それでは参りましょう。メンチバトルどうぞ。おい、プロデューサーの加藤、私のことを呼ばねえなんて遅いんだよ。どうですか、今言われてましたけど。遅いのかなって。ちゃんと入ったね。はい、じゃあ岡沢に行きましょう。はい、チャンスやろうな。さらに NMB から AKB に移籍した小笠原。メンチバトルどうぞ。え、こら、おいおいおい。え、こら。せっかく東京来たのにちょっと休み多いんちゃうんけ。お時間となりましたので、加藤プロデューサー決めてください。さあ、いろいろね、メモを取られてましたけど、もう決まりましたか？決まりました。おそれでは、発表していただきましょう。はい、マジスカ学園4の出演権を獲得したメンバーは？小笠原舞衣。即戦力。マジですか。いや、本当に暇なんです。よろしくお願いします。
その思いが出たんかな。出たんかな。さあお待たせしました。ここで先ほどお知らせした視聴者参加型ゲームボーダーライドのレースが間もなくスタートします。今回のレースは宮脇さくらの全身を 3D スキャンしたコースで行います。エントリーがまだの方はマジスカ学園ホームページからアクセスし、 A から P までの16本のコースの中から1位を予想しエントリーしてください。見事正解した方はプレゼントに応募する権利が得られます。それでは CM の後スタートです。体を使ってレースが行われるこのボーダーライド、1回目は桜役の宮脇さくらさん。さあそれではレーススタートです。さあ今16本のコースが一斉にスタートしました。同時に宮脇さくらの全身が浮かび上がり、本人の動きに合わせそれぞれのコースが起伏します。現在はほぼ横並び。ここからはレースの中盤。さあ抜け出すのは一体どれなのか。現在中央の K そして I がややリードか。さあどうなる。ここから宮脇さくらの顔に差し掛かる最終盤。さあどうなる。結果は果たして J です。今回のレース1位を取ったのは J。 ボーダーライドでは今後もマジスカ出演者が順次コースモデルとして登場いたします。お楽しみに。さあ AKB48 ドラママジスカ学園出演メンバー大発表直前スペシャルもそろそろお別れの時間が来てしまいました。ね、ゲストの皆さん楽しみですか、いかがですか。いやものすごく楽しみですね。でももっとここにいっぱいキャラいるじゃない。だからもっといっぱい出れるといいね。それでは最後に主演の宮脇さくらさんから一言お願いします、はい。このマジスカ学園4メンバースタッフみんなでマジでこのドラマに挑んでいます。皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。誰だ。宮脇さくら、鹿児島から来ました。やめてね、マジだよ。ラッパッパは強えぞ。マジ所のてっぺん仕切ってる連中だ。ラッパッパ、あんたが今まで出会ったどんな山よりも高いはずだ。あんたが転校生、待ってろ。私の対決紛らわせて。私はてっぺん目指す。後ろを振り返ってる暇なんてない。どんなことしてもマジで潰してて、っぺん取ったんで。